はい、どうもこんにちは、渡辺です。ついに3月も31日ということで、今月もですね、3月の買ってよかったものベストバイをやっていきたいと思います。はい、3月ね、本当に怒涛でしたね。もう特に3月のもう中旬から下旬にかけてですね、新製品ラッシュで、まあ、おそらくこの10日ぐらい連続で新製品のガジェットレビューをねやったんじゃないかと思うんですけども、まあ、そんな中でも自分で購入したものとかですね、あと日常生活で買ったものですね、この中で、あ、いいなと思ったものもいくつかありました。ガジェットでも、あ、これはいいの来たわというものが、ありましたので、まあ、この辺もね、今回ベストバイの方で紹介していこうと思います。では行きましょう。はい、ということでまず一つ目に紹介していくのがこちらですね。これ何なのって感じなんですけども、これはですね、折りたたみバケツとなってます。はい、でこれ使うときどうするのかっていうとですね、要はここですね、ここの部分をグッと押していくんですよ。よっと、はい、こんな感じで、まあ、バケツになるんですよね。結構な容量があります。このぐらいの水の量が入るっていうバケツですね。で、このバケツは何に使うのかっていうと、車を洗う時に使いたいなと思ってます。で、特に北海道はですね、この冬の間ですね、庭の散水栓は水落としをするので、もう使えないんですよ。そしたら、まあ、うちってこの庭を挟んで、駐車場があるので、その駐車場に水をですね、引っ張っていくことが、まあ、冬の間できないんですよね。その間も、この車走ってると車が汚れちゃうので、まあ、ちょこちょこ手洗いでこの洗車をしたいんですけども、今までこのうちにあったのは、お風呂とかで使ってるような、ちょっとね、小さい、なんつうんですかね、バケツじゃないけど、顔洗ったりするね、やつです。あれを使っていたりとかしたんですけど、まあ、水量が少ないんで、まあ、全然この1回じゃ足りないんですよね。効率が悪いってことで、まあ、ちょっと大きいバケツが今必要だなっていうことで、まあ、これを購入しました。この折りたたみバケツですね、これ釣りをする方とかね、結構こういったものを使っている人も多いんじゃないかと思います。うちは釣りはしないですけども、まあ、小スペースでたくさんの水の容量を運べるバケツをね、欲しいなと思ってこれを買いました。はい、非常にこれ良かったです。まあ、こちらが Amazon でこの1599円となってますので、非常に安いっていうところもポイントです。はい、で使い終わったら、はい、こんな感じで収納することができるので、小スペースってところもね、嬉しいなと思ってます。はい、だからこれを使って水をね入れてですね、まあ、車をちょっと手洗いでね拭いたりしてるという感じで洗車してます。はい、ということで次紹介していくのが、はい、じゃあちょっとこちらですね、こちらが JBL の新型のこれマイクになってます。 JBL って実はですね、イヤホンとかねオーディオ関係もちろん作ってますけど、マイクも作ってるんですね。でこちらが JBL のクアンタムストリームっていうね、新型の、マイクになってます。まあ、これちょっと気になっていて、まあ、注文してね、購入いたしました。はい、でまずお値段がですね、これ1万円なんですよ。なので、まあ、こういった USB のマイクとしては、まあ、割と手頃だと思います。まあ、正直もっとね上のマイクとかってキリがないほどたくさんあるんですよね。で、まあ、1万円ぐらいで購入できて、まあ、しっかりと使えて、まあ、高音質で収録できるっていうことであれば、まあ、費用対効果としても十分高いなと思ってます。で、このマイクの特徴は、まず下ですね、ちょっとライト光ってます。はい。これライトね、こうやって色も変えたり、することができるんですけども、まず光りますよっていうところです。で、この角度なんですけど、結構ね、これグリグリーっとね、つけられるんですよ。自分のこのね、口との近さとか距離とかね、角度とかに合わせて、こうグリグリっとね、回転できるっていうのも、すごく使いやすいなと思ってます。このスタンドが最初からついてきます。ね。で、PC の専用ソフトを使って、Mac とか Windows でね、さらに細かな設定もできるんですけど、自分これ購入したのはですね、まあ、タブレットで使いたかったんですよ。主な用途としては、ボイシーの収録のために買いました。はい。ボイシーっていうラジオのね、プラットフォームやってまして、まあ、それで月に1本か2本ぐらいラジオ配信してるんですけども、その時の収録用に、今回こちらを買いました。まあ、こんな感じで、まあ、iPad とかですね、Android のスマホとか、Android のタブレットとかに USB-C で接続して、まあ、そのまま使うことができます。で、あとできるのは、この下のところにですね、まあ、3.5mm のヘッドホンジャックがありますので、ヘッドホンをつけてモニタリングをしたりとか、タブレットの音声を聞いたりとかですね、そして使うことができます。で、上のここですね、タッチすると、これミュートできます。はい、赤くなるとこれミュート中です。もう一回タップすると、はい、緑になって、まあ、音声が聞こえるっていう感じで、まあ、マイク側でワンタップでこうミュートができるっていうのも面白い仕組みになっているというのと、まあ、このつまみですね、これボリュームの調整ができます。はい、音声のボリューム調整ができるっていうのと、あとね、これすごいのが、指向性をですね、2パターンで変えられるんですよ。今この下のところですね、まあ、ちょっと白いマークがついてるんですけど、このマークがですね、今、まあ、単一指向性ということで、このマイクの正面の音を取りますよっていうモードになってます。だからまあ、普通にね、こう喋るときに使えるっていう形です。で、もう一個使えるのが、これ長押しするんですよね。そうすると、はい、これ緑になったんですけど、これが全指向性ということで、このマイクの、まあ、周辺ですね、全体を拾いますよっていうモードに、
なります、はい、これはですね、例えば自分一人で収録するときは、単一指向性でいいと思うんですけども、複数人の、声をですね、同時に収録したい、2、3人とかでね、並んで喋ってる音声を、撮りたいってときは全指向性にすると、どの角度からの音もね、しっかり聞こえるので、そういった使い分けができます。ちょっと一応音声ね、撮ってみましょうか。はい、どうもこんにちは、渡辺です。こちらは JBL のクアンタムストリームを使って、単一指向性で音声を収録しております。いかがでしょうか。こんな感じになってます。はい、どうもこんにちは、渡辺です。こちらは JBL のクアンタムストリームを使って、全指向性で音声を収録しています。どうでしょうか。こんな感じになっております。はい、っていう感じになってます。今気軽にほんとケーブル1本つないで iPad で収録した音声になります。もちろんパソコンにつないでね、高音質でこのライブ配信をしたりとか、ゲーム実況をしたりとか、ウェブ会議で使ったりとか、いろんな用途で使えると思います。で、あとこのマイクいいところがめっちゃ軽いってところなんですよ。正直かなり軽量なので、ちょっと持ち運びたいなっていう時に、このバッグとかに入れても、マイクの重量感がそんなにないっていうのも特徴です。はい、マイクの重量が 244g となってますので、かなり軽量っていうところも、ポイントになってます。はい、はい、ということで今月のベストバイでね、2つ目こちらですね、JBL のクアンタムストリーム、結構これはね気に入ってます。あとボイシーも最新のエピソードこれで、ちょっと収録しているので、ボイシーの収録で使った場合どんな感じの音声になるのかっていうところね、参考にしていただければと思います。はい、ということでね、次紹介していくのが、ちょっとこれはねマニアックな商品になります。こちらですね、ちょこちょここの健康食品系を紹介してるんですけども、こちらはですね、バイオガイアプロデンティスっていうね、ものになってます。はい、これは先月ぐらいから購入し始めて、夫婦で使ってる、ものになります。要はですね、ミンティアとか、それに近い感じで、口の中に放り込むと、口の中がめちゃくちゃスッキリするっていうね、タブレットになってます。なんか詳しい成分とかこの辺に書いてるんですけども、なんか乳酸菌が入ってるっていうことで、口の中の菌のバランスをですね、すごくバランスよく保ってくれますよっていうね、そういう製品みたいです。で、用途としては、それこそ口臭予防とかですね、虫歯予防とか、喉のイガイガした感じとかね、そういった状態の対策として使われているということで、結構これ人気みたいなんですよ。で、個人的にはコーヒー好きなんですよ。で、コーヒー飲むと口の中ね、ちょっとその後酸っぱくなったりとかね、するんですよね。口の中が酸性になってちょっと酸っぱくなるのが気になるので、ちょっと気になるなって思った時に、これを使ってます。開けると、はい、もう結構こんな感じで、舐めてるんですけど、これね、取り出すと、はい、こんな感じのね、タブレットになっていて、あとはこれをこう舐めるだけですね。はい、で、ミント味なんで、非常に爽やかですし、これを舐めた後に関しては結構数時間にわたってずっと口の中すっきりしてるので、なかなかね、頻繁に歯磨きとかね、する暇ないよっていう時も、ちょっと歯磨きの合間とかにね、これを使ってあげると、いいんじゃないかなっていうところで、これを買ってます。はい、ちょっとお値段高めなんですけども、一回試しでやってみて気に入ったら使うっていう風に、してみるといいと思います。はい、はい、ということで、今月のベストバイ第1位、はい、1位はですね、これです。ソニーの、ウォークマンですね。こちらが今回、第1位という結果になりました。はい、ソニー来ましたね。はい、ということで、ウォークマンめちゃくちゃ久しぶりに購入したんですけども、で、このウォークマンがですね、一応今年の3月25日にですね、発売された新型のウォークマンとなってまして、一応プレミアムモデルとなってます。まあ、要は最上位グレードに近いモデルということですね。で、なんで近いかっていうと、一応この最上位のグレードのモデル、NW の WM1 シリーズですね、には2つありまして、これが今回購入したのが、こちらちょっとケース外しましたけども、WM1 の AM2 っていうね、モデルになってます。はい。こんな感じで、かなり頑丈でですね、アルミ切削筐体、モデルですね、になっていて、かなり頑丈な作りかつ、内部のこの構成とかもですね、非常に、いい素材を使って、作られている、ウォークマンになってます。で、もう一個さらに上位のモデルがあって、それが NWWM1ZM2 っていう、ね、モデルがあります。そちらがさらに、ね、金色の、ボディになってるんですけども、素材がさらに上位のものが使われているんですけども、価格がこれの倍以上するってことで、今回こちらを選びました。で、結果としてはですね、大満足です。やっぱりスマートフォンと比べても圧倒的な、ね、音の違いを感じることができますし、やっぱりエントリークラスの、ね、ダップですね、4万円から5万円ぐらいのダップとかもこれまで使ってましたけども、違いを感じることができます。特にウォークマンってこの音質を向上させるようなこの機能とかがですね、もりもり入ってるんですよ。で、それらを、自分好みにセットアップしていった後の音質っていうのが、ちょっとね、かなり感動できる、レベルのものに、なっていますので、イヤホンとかヘッドホンとかを使って、音楽を聴きたいっていう時に、
もう一歩この再生するデバイス側でね、その音質を向上させることができるので、まあ、ちょっとウォークマン興味あるんだけどなっていう方は、こちらをね検討してみてもいいのかなっていうふうに思います。ただこちらかなり今品薄みたいなので、ちょっと予約とかをしてね、まあ、入荷されるまで待つ必要があるのかなっていうところですけども、まあ、検討してみてもいいのかなっていうふうには思います。ちょっと個人的にはこれ、かなり気に入ったデバイスになったので、今回のベストバイの第1位とさせていただきました。まあ、詳しいレビューはですね、もう少し前にアップしたばかりとなりますので、そちらをチェックしてみてください。はい、ということで今回は、2022年3月のベストバイということで紹介していました。で、来月は、またですね新製品、出ます。来月はですね、いよいよフラッグシップ級のスマホの新型ですね、今年の春モデルが、出始めますので、まあ、ちょっとそれに関しては、まあ、レビューもするし購入もするしということで、やっていきたいと思ってます。はい、まあ、新型スマホが出たらいよいよねメインのスマホが、まあ、そろそろ交換される時期ということになりますので、非常に楽しみにしております。はい、ということで、今日は以上になります。この動画が良かったら高評価、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。